えーどうも、ゆきひろです。今日は10万円を1年で1億円に1日10ピップスの FX 複利運用がうまくいかない理由というテーマでお話ししていきます。でまずは簡単に僕のプロフィール紹介しておくと僕は国内の銀行と香港の金融会社を経て専業トレーダーになりました。で2007年からもう10年以上トレードを経験していますで。今日はそんな僕が10万円をすぐに1億円にする手法ってないのと疑問に思っている方に対して それを叶えることができる1日10ピプス戦略というものについて詳しく説明していきますまたこの戦略がうまくいかない理由についても合わせて解説していきましょうということで1日10ピプス戦略これどういったものか結論を言うと1日たった10ピプスずつ取っていけば1年経たない間に10万円を1億円にできるっていう手法のことですちょっとこれだけ聞くと 信じられないと思うんですけどこれね種明かしすると「福利」っていうものを効率的に使うものとなります。じゃあこの「福利」とは何ぞやっていうことなんですけれども「福利」っていうのはあの元本だけじゃなくて利息に対しても利息がつくっていう運用方法になります。あのお金を運用すると利息がつくっていうのは皆さんご存知だと思うんですけどその利息のつき方って 2種類あるんですねでその2種類って何かっていうと「単利と「福利」になりますで「単利っていうのは元本に対してのみ利息がつく方法っていうものに対して「福利」っていうのは元本と利息に対して利息がつきますよっていうものなんですこれちょっと言葉じゃ分かりづらいと思うんで例を挙げて説明すると例えば100万円を利回り10%でセントで 運用するとしましまょうそうすると2年後にはこんな数字になるんですよ。単利だとまず元本100万円ですよね。でこれに10%の利息がつくと100万円の10%は10万円なんで110万円になりますよと。で2年後もまあ同じように10万円がついて120万円になりますと。これが単利のお金の増え方ですね。 じゃあそれに対して福利はどうやって増えるかっていうと、まあ最初100万円で利息10%がついて110万円になるっていうところまでは一緒です。ただこっから福利は元本の100万円だけじゃなくて利息部分の10万円、ここにも10%の利回りが乗っかってくるんですよ。なので110万円の10%っていうのが次の年利息としてつくと。 で、110%の、あ、110万円の10%って11万円なんで、2年後には121万円になりますと。複利の場合は、1年後にもらった利息、10万円にも10%の利息がつくので、2年後はもらえる利息が、単利と比べて1万円多くなります。で、これを見て、2年でたった1万円増えるだけじゃ大して変わらないでしょうって思う人いると思うんですよ。これね、 確かに数年だとそんな違いはないんですけどこれね30年続けるとこんな感じのグラフになります。単利の伸びに対して福利の伸びこれすごいですよね運用期間が長くなればなるほどお金が加速度的に増えていくとまあこれよく雪だるま式って言うんですけどこれね福利のパワーってめちゃめちゃ強くてあの有名な天才科学者アインシュタインが 人類最大の発明は福利であると。福利こそが宇宙で最も強力な力だと言ったほど強力なものです。じゃあこの強力な福利、FX で生かすとどうなるかっていうとまあこれ先ほど結論で言ったように1日たった10ピプスで1年たたずに10万円を1億円できると。これ実際に計算する方法があります。FX 福利運用計算シミュレーターっていうものがあるんですよ。 これ実際に、この FX 複利運用計算シミュレーターって、あの、検索で打っていただければ出てくると思います。これどういったものかっていうと、レバレッジ何倍で、1日何ピップス稼ぐと、何日後にお金がいくらになるかっていうのを計算してくれるものです。で、これを使ってシミュレーションしていきましょうと。で、条件は、こんな感じです。最初の資金は10万円。で、レバレッジは25倍。 これあれですね。FX の上限のレバレッジですね。で、1日の獲得ピップス数は10ピップスとしましょうと。で、これ、シミュレーションするとどうなるかっていうと、95日目、だいたい4ヶ月目ぐらいに、10万円の元金が100万円になります。で、さらに運用し続けていくと、283日目、1年経たない間に、これ1億円になるんですよ。 すごいですよね。283日目に、これ、この時ンが1億円に増えますよと。じゃあこの1日10ピップス戦略、本当にできるのかっていうことなんですけど、実際、1日10ピップス戦略っていうのは実在します。これね、この FX の子鬼たちっていう本に書いてあるんですよね。 これどういった本かっていうと内容的にはマーケットの魔術師これ知ってますかねすごく有名なトレード本なんですけどマーケットの魔術師と同じような、まあ、いわゆる凄腕トレーダーにインタビューをしましたっていう本ですただマーケットの魔術師と違うのはインタビューの対象者でこのマーケットの魔術師は本当になんか有名なそれこそ 銀行の大手銀行の,あのトレーダーであったりだとかあとヘッジファンドのマネージャーであったりだとかそういう人たちをインタビューしてるんですけどこの FX の子にたちインタビューされてるのは一般の個人トレーダーなんですよ一般の個人トレーダーですごく、まあ、利益を上げた人とかそういう方に対してインタビューを行ってますでまあ僕たちと立場が近い分だけ参考になる点も多い本です でこれ読んでみたいという方、詳しくはこの動画の概要欄にリンク貼っておくので、そちらから見てください。で、マーケット魔術シも合わせて載せておきます。で、この FX のコインたちっていう本の中に、1日10ピップス戦略っていうのが出てくるんですよ。これはもう文字通り、1日10ピップスだけ稼いだら、もうその日のトレードは終了するっていうのを続ける手法で、これ具体的なやり方も載ってました。ただこれ、ちょっとここで説明すると長くなるんで、詳しくは本書を読んでください。 で、この1日10ピップス戦略に福利の考え方を加えると、まあ上のように、まあ1年足らずで1億円に増やせると。なのでまあこれを見て、おお、1日10ピップスならチャンスはいくらでもあるし簡単だぞ。これを福利で増やせば1年以内に億万長者になれるぞ。って思いがちなんですよ。思いがちなんですよ。で、実際にこういった方法を推奨するような FX 商材っていうのもあったりして、ただこれ、 実は大きな落とし穴があるんですこの1日10ピプスの膨利運用は成功しない理由これ何でかっていうと人間の感情である恐怖と欲望っていうのが邪魔をするからなんですこれそれぞれ具体的に説明していくとまず恐怖で取引ができなくなるどういうことかっていうとやっぱ最初は順調に資金を増やすことはできるんですよ ただ、お金が増えていくことに、だん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 恐怖心っていうものが大きくなっていくんですね。で、それによって、今までできていた10ピプストレードっていうのができなくなると。これどういうことかっていうと、あの、小学校の頃にやってた平均台っていうのを思い出してほしいんですよ。多分、皆さんもし目の前に平均台置かれて、これ渡れって言われたら、目つぶってでも渡れるじゃないですか。じゃあ、これだったらどうか。 こここを平均台だと思ってくださいこれ地上 200m の上にあってもう落ちたら即死ですっていうような状況これだともう目つぶるどころか、まあまあ、目つぶるのはもちろんできないですし渡ることさえ多分できる人って少ないと思いますつまりただ細い道を歩くっていう行為でも恐怖心が大きくなるとできないんですよねできなくなっちゃうんですよ で、副利運用もまさにこれと一緒で、副利運用をしていくと、エフェクスのポジションってどん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 大きくなっていくんですね。最初は10万円からスタートするんですけど、だん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 ,だん資金が増えていくごとに、ポジションも大きくなっていくと。で例えば、損切りしたら1000円のマイナスっていうのと、損切りしたら1000万のマイナスになるっていうのとでは、やっぱり取引に対する恐怖心って全く変わってくるわけですよね。1000円だったらもう、 すぐに損切りできるけど、1000万損切らなきゃいけないってなったら、やっぱりちょっとボタンを押すのを躊躇するじゃないですか。それによって、まあ、適切な取引の執行ができなくなるっていうのがあります。で、あともう一つの理由、欲望でルールが守れなくなる。これどういうことかっていうと、最初は順調に資金を増やすことができますと。ただお金が増えるごとに、まあ先ほどは恐怖心が多くなる、大きくなるって言ったんですけど、 お金増えるごとに欲望っていうのも大きくなります。で、これによっても今までできていた10ピプストレードっていうのができなくなります。例えば、1回の取引で100万円を稼げるところまで複利運用が続いたとしましょう。で、そんなとき、あるときポジションを取ったら数秒で一気に10ピプス伸びたっていう状況を考えてください。 そんな時、多分、あなたの心の中では、葛藤が起こると思うんですよ。こんな感じで。お今日はすぐに10ピップスいって、めっちゃ調子いいぞ。で、このまま20ピップスまでいったら、100万円、さらに追加でボーナスだ、みたいな。で、こんだけ勢いあったら、もっと利益伸ばせるんじゃないか。で、こういうふうにちょっと、まあ、欲が出てくるわけですよね。で、そういうふうに悩んでいるうちに、あらあら、いつの間にか、 価格は縦値まで戻ってきましたとそうなってくるともうすぐに10ピップス取れて,て取れてたのが悩んだことによって縦値まで戻ってプラマイゼロになっちゃったとそうなるとね自分が逃した利益を悔やんでなんとか取り返そうって無きになるじゃないですかで変なことしてしまうやっぱり金額が大きくなるほど目の前のお金に対する欲望って大きくなっていくんですよね でそれによって大前提である10ピプスルールっていうのを破ってしまって、まあ、結果的に戦略は破綻するっていうようなことになりますで伝えたいことはこれなんですよねポジション量って上げ続けることはできないんですよやっぱり人それぞれこの金額なら損切りしても痛くないっていうラインが存在するんですねでこれっていうのはまあ人によって異なって 100円でも損切りつらいっていう人がいれば、1000万でも全然平気で損切れるっていう人だっているわけで。で、その金額、まあ自分にとっての限界っていうのがあるわけです。で FX で損切りをする際には、この自分にとっての限界っていうのをきっちり計算に入れてやっていきます。これ詳しい方法は、ちょっとここでまた話すと長くなるんで、動画の概要欄にリンク貼っておきます。 詳しく知りたい方はそっちから見てください。そうやっぱりこの自分にとっての金額の限界というのを計算に入れて損切りするんですね。で、この自分にとっての限界を引き上げていくっていうのには長い経験と、あと慣れが必要なんですよ。で、これって本当に精神的なものなんで、一朝一夕にできるものじゃないんですね。やっぱり一気に途方もないお金を扱うよう,扱う,ようになると、 精神に異常が出ますこれはですね、あの、この漫画、宝くじで1億円当たった人の末路っていうのを読むとよくわかりますね。ほんとね、精神崩します。一夜にして大金を持つと。この漫画本もちょっとこの動画の概要欄に合わせて載しておきますね。ということで今日の動画のまとめです。1日10ピプスの FX 複利運用は必ずどっかで限界がきます。 それは何でかというと、やっぱり金額が大きくなるほど、恐怖とか欲望っていうのが牙を向いてくるからです。やっぱりポジションを増やすには、それ相応の経験と慣れが必要になってくるので、まあそう簡単にはできない。っていうことですね。ということで今日の動画は以上です。もし今日の動画ためになったという方がおられたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでありがとうございました。